はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ドクターマッスル、畑です。松浦です。今日はね、松浦トレーナー空いてたんで、はい、捕まえてきました。お邪魔します。今日はですね、2人いるんで、トレーナーのダイエットについてちょっとね、2人で話をしていきたいと思います。はい、ダイエット、トレーナーの考え方ですね。まあ、タナスの方はパーソナルとして今活躍してくれてるんですけど、ダイエットについて自分自身はダイエットをしたりするっていうか、気にしてる。してます、してます。もともとどっちかっていうとつきやすい方なんで、脂肪がつきやすい、太りやすい、太りやすい、体重もすぐ増えるし、減量数多かったら同量の方が得意です。同量の方が得意。同量の方が得意。そうそう、なるほど。そう、これタイプが違いますね。私はどっちかというと、もともと小さい頃も少し細かったタイプなので増量なんですけど、増量したいタイプ、もちろん脂肪で太るのは嫌ですよ、筋肉をうまくつけてバランスよくって感じだけど、彼女は脂肪が溜まりやすい。そうですね、金を抜くと。じゃあさ、外食とかしてどうしても友達とわーってなることもあるじゃん、でそれで、あ、今日食べ過ぎちゃったなとかって次に出てたりするんだ、そういう時ってどういうふうな、運動量を増やすっていうのももちろんやると思うんだけど、どういう食事というか、次にどういうことを気をつける？食事は、食べ過ぎた次の日は本当にこう総摂取カロリー量を気にします。一日のカロリーをとにかく減らします。前の日にちょっと釣り合いを保たせる的な。そう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 、もう前借りしてる状態なので、たくさん借金してる。そうです。もう返すためにも削って削って、たくさん取りすぎちゃったから、その分じゃあ今日は取る前。そうです、カロリーは減らす。2日で2日合わせていつも通りにしよう。そうですね、イメージが、なるほど。これ結構僕のお客さんとかそういう方多くて、前の日食べ過ぎたから、今日ちょっと軽めにしましたっていう、なるほどね、そういう感じね。もちろんあれ GI 値、太り吸収が早いものとかは考える。考えます。やっぱ炭水化物とかはそういう時はもっと気にします。もともと玄米食べたりとか気にはしてるんですけど、そう、でももう次の日の食事とかはより気にして、より気にして、玄米と白米、カロリー、100、1合なら1合で同じ量でもカロリーはそんなに変わらないですよ。そんなに変わらないですよ。玄米の方が GI 値っていって、消化吸収が緩やかなので、白米は食べたらグーッと上がりやすいんですけど、この差がすごいあるっていうので、こっちの、玄米の方が緩やかなので、インスリンの、分泌が少なくて、太りにくい。単純に言ったら玄米の方が同じカロリーでも太りにくいんですね。なんで、そういうことか、そうですね、消化がね、吸収が遅い、そういう感じを食べて考えてる。考えます。なるほど、そうか。総摂取カロリーで創殺していく。そうですね。でもとにかくあと動いてどうにかしよう。お客さんもそういう人いらっしゃる？いらっしゃいますね。でも最近は結構こう制限とか何々制限とかいろいろあるじゃないですか。そういうのをこう引っ張って持って来られる方は結構多い。それどう思うって言われる方とか結構いらっしゃるんですけど。まるまる大事。そう。でその中ですごい気になるのは糖質制限とケトジェニック。ケトジェニックね。ケトジェニックと、糖質制限。そう。それは確かに。そうね。あ、俺が。どう思います？これね、ケトジェニック糖質制限、すごく何々ダイエットで、よく言われるんだけど、ケトジェニックダイエットって、いうのが、簡単に言えば、糖質じゃなくて脂肪、脂質をたくさん取っていって、たくさん取ることによって脂肪をね、エネルギーとして、代謝させる、脂質代謝モードっていうんですけど、ケトジェニックダイエットの方はいつもね、大体厚生労働省とか、推奨するのは、炭水化物、タンパク質、脂質のバランスが大体6割からない、6割が炭水化物で、タンパク質が 15%、 60%、 15%、 脂質が大体 25% とかって言われてるんですけど、そのバランスをね、通常 の炭水化物が優位なバランスを極端に 5% ぐらい減らす、 5%、 10%ぐらい減らして、その分脂質を通常ですと、厚生労働省推奨するのは 25% ぐらいです。 100% から 25% ぐらいなのを、もう60以上、70以上だよ。70とか85とか 70%、 80% ぐらいの量に増やして、脂肪をね、燃やせるような
脂肪、中性脂肪ね、中性脂肪をエネルギーとして使えるようなこう脂質、まあ、血糖質状態ですけど、まあ、その代謝モード、脂質を代謝するモードに変えて体重を減らしていく。もちろんね、体脂肪をエネルギーとするので、まあ、体脂肪がどんどんダウンしてくるので、まあ、おすすめって言われてるんですけど、まあ、これね、もともとね、糖質制限も今話したケトジニックも、まあ、糖尿病とか、まあ、いろいろこう神経系の疾患とかの、まあ、治療法として提唱されたものなんですね。なんで、まあ、それを、まあ、健常者、まあ、いわゆる健常者ね、健康な人に対してのダイエットに使おうっていうのが、まあ、そもそもの、なんとかダイエットの始まり。で、もともとケトジニックも糖質も、あの糖質制限も、そういう、糖尿病とか、あ、そういうね、疾患のある方は専用というか、まあ、それを目的に、改善目的にしたものだから、まあ、健康的では、まあ、これはね、まあ、ないかなと思います。で、まあ、脂質代謝も、もちろん体脂肪をエネルギーとして使うので、まあ、いいんですけど、デメリットもね、もちろんあります。で、これまあ、いろいろあるんですけど、まあ、ケトン体って、まあ、脂肪、そう、肝臓でね、肝臓の機能を使って、中性脂肪をエネルギーに変えてるんですけど、まあ、そのエネルギーがケトン体って言うんですけども、そのケトン体が増えすぎる、まあ、脂肪をエネルギーとして使うものが増えすぎると、まあ、体がね、酸化しやすくなってくるんです。体が酸化、まあ、サビですよ、サビ。で、それをね、中和するのに、カルシウムが必要なの。で、それで、まあ、骨がね、骨ってやっぱカルシウムすごい大事なので、骨が弱くなって、まあ、ちょっとね、年が高い方と、年齢が上の方とか、まあ、閉経された方とか、あるいは骨粗しょう症、リスクが増すとか、あと、まあ、男性も女性も匂い気になるとか。彼氏。そうで、やっぱ糖質を制限して、その脂質の代謝モードを高くすると、まあ、口臭とか体臭もね、しやすくなったりする。で、あと、まあ、俺がね、一番気になるのは、まあ、トレーナーなんで、体的にもう筋肉のエネルギーってやっぱり早くエネルギーになるのはやっぱブドウ糖なんですよ。糖質の一番分解、最初に分解されたもの、はい、ブドウ糖なんですけど、それはやっぱり炭水化物からやっぱり得やすいんです、ね、なんでその筋肉のエネルギー源となるやっぱ糖を取ってないっていうのはやっぱりトレーニングがやっぱり、ね、トレーニング自体がまあ、非効率というか、まあ、効果的ではなくなって、僕もね、これね、糖質を取らなくて、トレーニングしたこともあるんですけど、やっぱね、パンプが、筋肉のつきが全然違います、これ。もう張りが全然違う。やっぱ水分含んでるんで、やっぱね、全然違うですね。なんで、まあ、今もトレーニング前、筋トレ前には、ちょっと軽いね、ちょっとだけ取るんですよ。糖を取ってやると、もう筋肉のつき方も違いますし、もうこれがね、取らなくて、水だけでやると、全然筋肉の張りがまだしぼむじゃないです、パンプアップの具合が小さいので、まあまあさっきの話もケトジニックの場合はそのね糖質を 5% から 10% 減らすので、まあ、エネルギーとしてまあ材料が、ね、少なくなるからトレーニングが非効率的、はい、まあ、これは糖質制限にももちろん糖質制限というのはまあ 60% さっき言った高低上の 60% 炭水化物を取ってくださいねっていうのを極端に減らす制限で、この場合は、まあ、ケトジニックと違って、大体ね、タンパク質ですね、糖質制限ですね、まあ、質で糖質制限は、タンパク質を増やして、まあ、脂質はそのまま 25% とか、そんな感じだったりするんですけど、タンパク質を増やしすぎると、やっぱりね、まあ、1回の食事量、タンパク質って、やっぱ吸収量がある程度決まってます。まあ、大きい体の人でも35とか40g、まあ、女性だったら25とか30とか、まあ、決まってるんで、で、それをそれ以上取っても、今度は、ね、腎臓に負担がかかるんですね。なんで、まあ、あんまりこう、長期的にやるのは私はお勧めします。健康的にね、うん。で、これもさっき言ったように、糖質制限も、やっぱエネルギーで、トレーニングする前、トレーニングする、今からやるぞっていう時に、やっぱり力出ないっていうのもあるし、トレーニングがね、ロングやっぱり40分、50分、1時間続く中で、やっぱガソリン切れね、すぐにエネルギーでね。なんで、まあ、そういう意味もあって、私は、長期的にはあんまりこうお勧めしません。でもまあダイエットでね、さっき言ったケトジニックの場合は CCS を代謝するモードに変えるっていうことで、体脂肪をエネルギーとして変える、やり方なので、まあ、一時的にはこれはいいと思います。糖質制限も、まあ、初めはいいと思います。でもまあこれはね、長期的にやるんでは、やっぱり筋肉自体がつきにくくなるので、やっぱり、ね、永遠と続けても体に良くないです。なので、まあ、短期的に言ったらこの3週間なら3週間、2週間2週間ちょっとそういうモードにしていくっていうのも
まあ、だったらまだ、ね、いいと思います。でもね、これがね、まあ、ケトジニックも長いと、それをやると、いざ普通の食事にちょっとずつ回復食で戻していっても、今度はね、糖をちょっと入れただけで反応するんだよ。うん、でやっぱ今まで糖を取ってなくて、脂質をやっぱね、代謝モードで、糖質、普段は糖質代謝モードじゃん。人間の厚生労働省推奨するパターンだったら糖質代謝モードで、脂質代謝モードに変わったときに、じゃあちょっとずつ回復してでも回る、どんどん糖を取っていくっていうことをしていくと、やっぱ代謝モードが変わってるから、もうインスリンがね、過剰に出やすくなって、やっぱり太りやすくなる。リバウンドしやすくなるっていうか、なんであんまりこうね、まあ長期的にはおすすめはしません。まあ私が おすすめするのは、まあ脂肪って 1g 9キロカロリー、炭水化物 1g 4キロカロリーとかって言われて、まあ4ぐらいですね、4前後って言われてるので、まあ倍なんですね、倍以上脂肪 1g 同じね、あの重さでカロリー倍なので、まあ脂肪をちょっと減らしつつ、まあ糖質全体、糖質も、まあ、少し落とす。で、まあ、総摂取カロリーを、うん、まあ、少しそれで落として。で、タンパク質は少し上げる。うん、で、タンパク質と糖質って、まあ、大体 1g が 4kcal っていうのは大体一緒なので、これの釣り合いを保たせて、まあ、相対的にこのね、9kcal で落としていくっていう感じをおすすめするんですけど、まあ、これね、人によってもまあ、ね、合う合わないもあるんで、まあ、一概にはちょっとね、正解っていうのは言えないんですけど、まあ、私自身のおすすめはそれです。なんで、ケトジニックとか糖質制限にあんまり依存しないというか、うん。なんかね、やっぱ新しいダイエット法とかでも気になるよね、みんなね。そうですね。新しい情報。いろいろあるんですよね。うん。新しい情報にね、やっぱり流れやすくなる。で、それをやってみるのはもちろんいいんですけど、やってみて、もしリバウンドしたとか、体がね、ちょっと馴染まないとかっていうのであれば、また別の方法。合えばそれでいいんですけど、うん。でもまあね、実際ね、お医者さんのところで、まあ、数値を測ってもらったりとかもした方が、してもらった方がもともといいと思います。で、ケトジニックとかね、糖質制限って、もともとね、そういう病気を持った、糖尿病の病気を持った方にのアプローチなんで、そういうダイエット目的で作られたものじゃないかというのは、知っていた方がいいと思います。まあ、ね、まあ、かなさんは、まあ、総摂取カロリーでダイエットをしていくんですね。まあ、さっき言ったように、まあね、俺の言った通り、脂質と糖質のうまくバランスを取りながら、うん、タンパク質はちょっと上げていく。そうですね、タンパク質は結構もともと多めに取るんで、まあ、プロテインも飲んでますしね。なので、それを、そうですね、うん、タンパク質は維持したままっていう、まあ、トレーナーの目線。まあ、私の場合はね、実はまあ、まあ、そういうふうに体重を落とすっていう感じで、さっき言ったように、こう、お客さんに提案するんですけど、私自身は体重だけだったら、もうトレーニングしなかったらすごい落ちる。もう筋肉も落ちるんで。もう筋肉も脂肪も両方落ちちゃう。ちょっと摂取カロリー減らすと。で、もう大変なんですよ、維持するのが。逆に、ね。だからやっぱりね、糖質もすごい取りますよ。で、もちろんお菓子とかの糖質にも種類があるんで、ね、担当、ね、まあ、加糖とかは、まあ、食べ過ぎないように気をつけて。加糖とかブドウ糖っていうのは、すぐに、まあ、体脂肪になりやすい、担当っていう部位に入るんですけど、まあ、そういうものはちょっと気をつけて、まあ、玄米とか、まあ、お菓子よりは白米、おにぎりを食べる、ね。トレーニングの2時間ぐらい前におにぎり食べて、トレーニング直前にちょっと塩入れとこうか、ぐらいはしておくと、筋肉がすごくつきやすいんですよ。まあ、このね、トレーニング前の直前の水分とか、まあ、栄養素に関してはまたね、個人的にも、この YouTube で出していきたいと思います。はい。じゃあ、今日はトレーナーのダイエットということで、これで締めたいと思います。はい、また皆さんお会いしましょう。また明日。さよなら。